守りたい。いつも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 そばにいるから。どんなに辛くてどんなに苦しくてもきっと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 ゴールは近いから。噂では藤山市に中村さんってすごい先輩がいるらしい。先輩には僕らの戦いがどう見えてるんだろう。次回ウルトラマンアーク特別総集編、スキップ藤山市文書にて。先輩お手柔らかに。この夏ウルトラマンの世界で遊べるテーマパークがロブロックスに登場。広大なバーチャルテーマパークにはウルトラヒーローや怪獣の大迫力のジオラマが君を待っている。パーク内のコインを集めて限定アバターアイテムをゲット。カラータイマーをつけて君もウルトラヒーローになりきろう。ウルトラマンバーチャルパーク好評配信中。強いぜ。誰がライブしてるんだ。あなたは7まで。
幸いどこにも怪我はありません。気力と体力を使い果たして深く眠っているだけです。まずはお茶でもどうぞ。私のためにウルトラ兄弟は闇に落ち、光るまで危険な目に。ああ、挨拶もまだでしたね。私はウルトラマンナンバー6。あなたのご活躍は存じ上げていますよ、太郎さん。選ばれし者の印、あなたは一体何者なんですか。校舎の中は自分がくまなく探したんだけどな。体育館にもいなかったですし。どうしたの？何の騒ぎ？黒木さんが消えたんだよ。黒木さんが？私たちが銀河の戦いに気を取られてる間に。彼女なら裏山ですよ。ミスルインさん、こんなところはもうたくさんだ。一人で脱出すると言ってね。だいぶ取り乱してたな彼女。そいつは危険だな。早く連れ戻さないと。放っておきなさい。いや、しかし人間には二種類しかない。支配するものとされるものだ。彼女のような後者の人間は吐いて捨てるほどいる。そんな、彼女が消えたところで何も変わらない。いや、むしろ一人分の食料が助かるというものだ。いくらなんでも言い過ぎですよ。とにかく日が暮れる前に黒木さんを探そう。うん、ね、冗談じゃないわ。なんで私がこんな目に。もう息が詰まる。私一人だけでも絶対助かってみせるわ。いやーねえ、女のヒステリーって誰。でも私の言うことを聞くんなら、あんただけ助けてあげる。黒木さんの声だ。離れてくださいよ。こう言われてもこう。離れてくださいって。ごめん、離れてくださいって。そんな呼ばなくても離れない。なんて素敵な磁力光線なのかしら。やるわね、あんた。今なら銀河の戦闘力も弱ってるはずよ。やっつけちゃって。怪獣よ、ミスズ。怪獣光は？まだ意識が。どうしよう、こっちへ向かってくるぞ。怪獣にライブするつもりか。私が光くんの香りに戦う。智也のやつ何やってんだ。俺も一緒に戦えたらな。3人でライブできるといいのに。ならばこの怪獣だな。ジャシュライン。カヌさん、ジャシュライン。3人で戦うならこの怪獣を使いなさい。こいつにライブすんの。顔は3つだけど、なんだかゾッとしない怪獣ね。より好みをしている場合か。でもどうして神主さんがこれを。
行くわよ。ウルトライン、ジャスライン。本当に俺会社やってきてんだ。でもなんだかちょっと窮屈。贅沢言わない。さあ行くわよ。全身よ全身。驚きました。ウルトラマンやセブンにライブしてた人間があなただったなんて。イセルギさん、なぜだ、なんであなたみたいな立派な人が。ヒカル君、君はミスズが好きか。何の話です。私も親バカでね、できればミスズを悲しませたくはない。どうだ、私のように支配する側の人間にならないか、ヒカル君。支配する側？君にはその資格がある。闇のウルトラマンとウルトラセブン、そして闇のウルトラマン銀河が誕生するわけだ。イエスと言いたまえ、ミスズのために。叫べよ！ジャシュラインパンチ！ジャシュラインジョー！ネーミングが安易なんですけど。二人とも戦いに集中して。あなたにミスズの気持ちが分かるのか。なんでミスズが和菓子作りを始めたか、あんた知ってるのか。くだらん。交渉決裂だ。残念だよヒカル君、君と分かり合えなくて。待て！三人は学校を守るために、いや、お前のために戦っているんだ。今行くぜ。ウルトライブ、ウルトラマン銀河。ヒカル君、
ダメだ。ウルトラ念力。太郎、受け取れ、トモヤ。クライマーセブンダーク、君は支配される側の人間なんだよ、ヒカル君。ダメだ、ミスズのために。ようやくわかりましたよ、白井先生。おつまさん、闇の支配者の正体が。本当ですか？誰なんです？Thank you.
ミスズはあなたのために和菓子を作ったんだ。わかるか。お母さんとの思い出の味をあなたに食べさせて思い出してもらいたいんだ。お母さんと出会ったあの頃のあなたに戻ってほしいから。だから目を覚ませ、ミスズのために。銀河クロスブルト、あんただってあの男と同じじゃない？あんたの体にもあの男の血が流れてるのよ。あんたの恋人を殺そうとした卑劣な血がね。あのマックロウルトラマン人形になったら普通の今になってもうた。そうそう、どうやら横島な心でウルトライブすると黒い姿で現れるようだ。ってことは太郎さんも黒くなるかもしれんの？それはウルトラマンブラック太郎。やばい、黒太郎でいいんちゃう？あ、闇から生まれた黒太郎。いいね、いいね。せーの、黒太郎。ゲストじゃない、来週もレッツウルトライブ。そんな声に締めなくても。うわ、いない、ミスズがいなくなった。一体どうしたって言うんだよ。そんな中、ついに明かされる衝撃の真実。まさか闇の存在がこの中にいるってのか。次回ウルトラマン銀河闇と光、さあ君も一緒に冒険だ。知ってる？アイスガードセブンはね、氷でも
よりちゃんと止まる。雪でもよりちゃんと曲がる。氷に効く、雪に効く、ウルトラ吸水ゴムのアイスカード777にしよ。 SUV にもアイスガード、横浜タイヤ。60年にわたり空想の力を育み、時を超えて愛され続ける作品の魅力を大迫力のスクリーンで届けたい、そんな思いから生まれたのが円谷映画祭。特撮テレビシリーズの金字塔ウルトラマンがかつてない美しさ 4K 映像でよみがえる。世界のあらゆる物語を鑑賞できる不思議な映画館の支配人役として当時のナレーター石坂浩二さんが新撮パートに出演。各テーマごとに4つのエピソードを一挙上映。ファンはもちろん初めての方でも新たな視点や発見を楽しめるオムニバス作品。ウルトラマンはどう思っているのかな。地球人の可能性を信じてくれたんです。それが正解なの。それぞれの正解を持つ、それでいいんです。空想特撮シリーズウルトラマン 4K ディスカバリー。ウルトラマンシリーズ初のテレビアニメ作品として人気を博したザ・ウルトラマン。大賢者を助けたいなら正体を現せ、ジョーニアス。放送45周年を記念してクライマックスの最終回4部作を HD 版で一本化。実写では到達できなかった宇宙規模のアクションドラマが新たに生まれ変わりました。長編アニメ映画ザ・ウルトラマン、ウルトラの星へ。ジョーニアス、これで最後ですか。僕らはもう永久に会えないんですか。あの感動をもう一度あなたに。円谷映画祭2024。ウルトラマンアーク、ブルーレイボックス発売決定。ユピーの調査によると、ブルーレイボックスにはあんな特典やこんな特典など豪華映像が盛りだくさん。全52ページの作品解説書もついてくるよ。スキップ、そうだ、2025年3月26日発売。つぶらやプロ直営オンラインストア、つぶらやストアオンライン。ウルトラマンシリーズをはじめ様々な作品のオリジナルアイテム、ここでしか買えない限定アイテムも。詳しくはつぶらやストアオンラインをチェック。今地球に迫り来る恐怖、オモラ、エレキング、バルタン星人、力を貸してくれウルトラヒーロー。さあ戦いを始めよう。ウルトラソフビシリーズアーク発売中。ウルトラマンアーク、力を貸してくれアーク。キューブをアークアライザーにセットして絵柄を揃えろ。ウルトラマンアーク変身だ。デラックスアークアライザー、ニュージェネキューブもらえる。ウルトラマンデラックス図鑑合言葉キャンペーン、お店で合言葉を伝えると歴代ウルトラマンの大図鑑が無料でもらえる。これで君もウルトラ博士だ。公式サイトでチェック。お店へゴー。よう、いつも応援ありがとう。チャンネル登録するとウルトラヒーローの活躍をもっと楽しめるんだぜ。登録よろしくな。